ございます。大家早上好。我是萧峰啊。ね、昨日の大雨でだいぶ砂ひなになっちゃってかわいそうだけど、でももうまだね、これから咲くっていう子もたくさんいるんです。嬉しい限りですね。まあ今朝の千葉公園、昨天晚上下了大雨，昨天一天下了一天，所以很多这个荷花都被打成这样了，很可怜的。但是也有很多小苗还没开的，还是有希望的。祝大家有一个美好的一周。どちら様も良い一週間をお迎えください。